ケルサレク様を止めなければ。なあ、もう様はいらないんじゃないか。私たちダナ人にも親切に接してくださったんだ。なのに本心はまるで逆だったのか。むしろ彼こそが一連の黒幕と見るべきでしょう。ティオハリムに不満を持つレナがいても不思議ではなかったけど、側近までとは思わなかった。皆が一つの考えに染まると信じることも。また大丈夫かキサラ。このまま終わらせたくはない。頼む、力を貸してくれ。ああ、力で押さえつけようとする奴は俺たちの敵だ。それに俺もこの国の可能性を信じたい。乗っ取られたっていう割に静かだな。前に来た時はもっとそこら中に人がいたのにね。待ち伏せしているんだろうか。もともとレナ人は少数派だし、ダナ人を全員追い出したとなればこうなるでしょうね。それを補うためにズーグルがいるわけだし。ダナの近衛兵も見当たらないな。持ち場にいないところを見ると皆追い出されたのだろう。それに我々は全員ティオハリム様個人に忠誠を誓っていた。こんな時にあいつどこ行っちゃったんだろう。なぜこんなこと。本丸の心当たりは。セルドの魔か。当たってみよう。ローならあの壁壊せるんじゃない。よし、いつやってみるか。銃弾から大砲まで防ぐ代物らしいが、いけるのか。さあ、解除装置を探そうぜ。ケルザレクが何を仕掛けてくるか心当たりはあるか、キサラ。何か強い精霊術を使うのを見たことはない。武器の扱いも特に長けているわけではないと思う。ただ時々何か妙なものを連れていたことがあった。妙なってって何？わからない。何も見えないのに確かにそこにいるのを感じた。ズーグルの一種かもしれない。目に見えないズーグル。用心した方が良さそうだな。喉笛に食いつかれて初めて気がついたなんてことにならないように。キングお願い。待てっか。油断。守りが堅いな。突破口を開け。頼む。なら私が妨害を頼む。ここまでよ。
拾ったやつで武器作れんじゃね。問題なさそうな相手だな。火の精霊たち、こんなに外さないわ。こう飛ばれるとやりづらくて仕方ない。シロ、頼めるか。え、任せてる。終わりだ。ない。分かってるか。で行きましょう。改めて思うけどさ、広すぎるぜここ。まったくだ。全力で行くぞ。被害者に突破だ。被害者に突破だ。もっと腕を磨かないと。鋭にはまだ届かないか。ええ、十分すぎるということはないわ。あの光ったやつやっちま…気を引きつけろ。放線開始。ストライク。氷の槍よ。クダッフッダッフッフリーズローしないよ。左下げ。
援護要請。
これで。戦力増強だな。観覧者たちの密書か。解除装置のことが書いてあるよ。でもこれだけでは情報が足りないな。
鬼人の間の鍵。鬼人の間？この階の発端にある部屋だ。そこに解除装置もあるのか。
傷はないな。
身分の違いはあっても、ここには互いへの思いやりがあって、レナ人と戦うことになる。今俺たちが戦っているのはそれを終わらせないためじゃないか。諦めるな、貴様。どきなさい。また寄って。私に任せて。離れて。これで壁を消せたか。スルドの資質に隠すとは、ふざけた真似を。それもここまでだよ。ああ、スルドの間に急ぐぞ。裏切り者、どちらもこの宮殿への立ち入りを許した覚えはないぞ。本当にあなただったのですね、ケルザレク様。口を聞く許しを与えた覚えもない。わきまえろ、奴隷が。これがあいつの本性ってことらしいな。どこにもへそ曲がりはいるってわけだ。いや、結局あいつが普通なのかも。ケルザレク様、メナンシアのスルド第一の側近ともあろう方がなぜ反逆を。好きであの軟弱者に仕えたわけではないわ。奴隷の身では知るまいが、力ある者はスルドの座を争い、及ばずは問答無用で、新たなスルドを主と仰ぐが我らの定め。そこに選択の余地などない。
それでも主が王を目指すなら使いがいもあった。だがデュオハリムにはその意志がなかった。そうだ、それがどういうことか貴様らにわかるか。栄達の望みもないまま、スルドブリガが終わるまで耐えねばならぬこの屈辱。俺たちダナのことはまるきり抜け落ちてやがる。それで裏で暗躍し、それを知った兄を闇に葬った。全てはこのメナンシアを正しい姿に戻すためだ。レナとダナ、支配者と奴隷のあるべき秩序の形を。黙れ！何が正しい姿だ？何があるべき秩序だ？兄は、兄さんは、真剣に誰も傷つかずに済む世界を夢見ていた。代わりにお前は、あの死の湖を作った。お前は兄さんの仇だ。覚悟。消せるのか。弱そうなとこを戦おうぜ。また消えた。耳を澄まして目を凝らすんだ。炎症が。倒れろ。これで道に闇を捨てる。真剣ほら。
鋭に取って変わる望みもこれまでだ。取って変わる？バカな。鋭の資格はマスターコアだ。我々が勝手にできるものか。なら、お前は何がしたかったのだ？自分の主を見限ったんじゃなかったのか？そうとも。だが、鋭は他にもいる。他にも？それは…うわぁ！それでガテンが言った。デュオハリム！今までどこにいたんだ？後始末だ。ケルザレフ、もう作ることはできない。エルガイの果実？生産シスバで突き止めなさったか。そうだ、もう跡形もない。だが疑問が残った。この果実は明らかに尋常のものではない。それにあれだけの説、お前の一存だけでどうにかなるものではない。なるほど、多量の差し金だったとはな。ミハグサールか。今さら聞いて何となさる。どうせこたびの鋭ぶりがは間もなく終わる。閣下にも懲罰が下るやもしれませんな。罰ならすでに受けた。これをもって鋭としての最後の務めとしよう。行け、ミハグサールなりガナスハロスなり、お前がふさわしいと思う主のもとへ。いいのか、兄貴の仇だろ。そうだな。でも所詮あの男はありふれたレナの一人に過ぎない。そうですね。
結局この国の共存は幻だったの。あれはダナ人たちがケルザレクの手の者を破った声だ。ダナ人たちがレナ兵を。中心はダナのコノエ兵と共存派のレナ人、それと僅差の猫とか言ったな。あんたがそいつらを取りまとめたのか。結局経緯はどうあれ、あんたの夢に救われた人たちがいるのは事実なんだ。そして今はそれを力を合わせて守ろうとしている。それは幻なんかじゃない。だとしてもそれはもう彼ら自身のものだ。そこに鋭は不要だろう。どこへ。鋭ブリガを終わらせに、そして二度と繰り返させない。鋭ブリガが続く限りこの国に真の平安はない。鋭ブリガはダナだけの問題ではないわ。レネギスやレナ本国とも事を構えることになるわよ。承知の上だ。この夢を10年で終わらせないためにはそうするしかない。それが私の償いだ。まやかしを本物にする気になったんだな。筋は通っているわ。ただ難しいというだけで。だったら俺たちと一緒にやればいい。なんだと。俺たちはダナを解放するために戦っている。あんたはこの国を守りたい。やることが同じなら協力した方が確実だ。違うか。ダナの解放者とレナのスルドが協力。面白いことを言う。だが客に招き返されれば応じるのが礼儀というものか。回りくどいんだな。おい、キサラがいないぞ。どこへ。ことが進んで一人になりたくなったのか。考えたら身内をなくしたばかりなんだよな。私たちにしてもまだ倒すべき鋭が残っている以上、これ以上の長居は無用だわ。今さら彼女に危険があるとは思えないし、ここを離れて先を急ぐべきよ。それはそうだが、あんたはいいのか、デュオハリム。彼女に関して今の私に何か言う資格はない。分かった。できれば挨拶くらいしたい。街を出る道すがら探してみよう。